タラリアを描いた19世紀の版画サイコの彫刻の一つ、ペルセウスがタラリアを身につけ、キビシスを肩から下げ、メデューサを殺害するために顔を背ける様子が描かれている。ピトスの浮き彫り、紀元前660年頃、ルーブル美術館所蔵。タラリアは特にギリシア神話の伝令神、ヘルメースを象徴する有力のサンダル。ラテン語の作家たちによって、 このように呼ばれるが、ギリシア語の原点では単にそのまま、有欲のサンダルと言い回しされる。ラテン語の名詞、テレイリアは、トゥラリスの中立複数型で、足首の、もの、を意味する。原理から、どういう経緯で、翼を持つ靴の意味に転じたかは不詳であるが、足首あたりに、翼が装着されたため、あるいは、足首の周りに結ばれた種類のサンダルだったため、などと憶測される。 古代ギリシア文学では、ホメーロスがヘルメースの不死の光合い黄金のサンダルと形容しているが、翼については触れていない。そのサンダルに翼がついているとするサイコレイは、伝、ヘイシオドス作の女子詩、ヘイラクレースの盾であり、有欲のサンダルだとされている。やや後のヘルメースに捧ぐホメーロス風参加では、 有欲であるとは明言されないが、ヘルメイスはサンダルを履くことで、足跡すらつけずに、アポロン人の牛盗みに成功する。おおよそ前5世紀以降になると、有欲のサンダルは、ヘルメイスの一般的な持ち物と目されるようになった。後期の一例としては、ヘルメイスに捧ぐ、オルペウス参加の第28番が挙げられる。元は、ヘイパイストスによって、普及の金を用いて作られたとされ。 どんな鳥よりも早く飛ぶことができたという、ペルセウスまた英雄ペルセウスも、ヘルメースのサンダルを履いて、メデューサを退治した。アイスキュロス作の悲劇では、ヘルメースはこのサンダルを彼に直接与えているが、一般的にはペルセウスは、グライアイの老婆たちから、このサンダルやハーデースの隠れ兜や厳しさを、取得せねばならなかった。あるいは、ペルセウスが、 自分の靴や兜を持っていなかったため、ヘルメースやハーデースに憐れまれたとも言われる。タラリアという語は、紀元一世紀のウィディウスや、それ以前にも、複数のラテン語作家による要例が八つ挙げられる。その大多数の例では、ヘルメースイコールメルクリウスあるいは、ペルセウスの履物として登場する。あくまでここに忠実に取るなら、足首に固定する種類のサンダルとみなされるが、 一転して、有浴のサンダルの意味で使われているという解釈が、現代のラテン文学者の間で、ほぼ定着している。しかし過去には、幼霊によっては履物でなく衣服であるという解釈も、されてきた。衣服解釈俊足の女性やタランテンが身につける、タラリアの描写があるが、過去には、長い衣と解釈された経歴がある。14世紀のビザンチンの学者、プラヌデスを、はじめ、 17世紀オランダのニコーラース・ヘンシュースの五尺にもそのように記述され、ルイス・ショートのラテン語辞典にも記載されている。しかし、この衣の解釈には無理がある。なぜならば先行する下りで、アタランテンは脱衣して、この競争に臨んだ、とあるからである。さらには、中世アイルランド語の物語でも、メルクディウスは鳥の追い。 または和のマントと解釈される衣服を身にまとっているが、これは、ベルギリウスの女子誌などに見られる、メルクリウスのタラリアを、そのように解釈したものだと考察される。リック・ライアダンのファンタジー小説、パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々盗まれた雷撃、において、タラリアはサンダルではなく、スニーカーとして描かれている。ありがとうございます。